皆様どうもこんにちは。今回は10月24日のナノソンからお送りいたします。新マップ内最終回ということで、飛び入り含めて全員の希望役職を叶えてみる気になりました。チェスター、ジャッカル、タイムマスター、アサマリ、デリュージョナー、タスクマスター、ナイスゲッサー、フェイサー、ヤンデレ、ナイスマーバーって感じです。あ、よくわからんって人はなんか役職たくさん入ってるんだ、ふんくらいに思っててください。アサシン会議やバカ野郎、唐突にこんなことが起きるから雰囲気で楽しめ。以上。こんな情報なしでわかるわけないやん。待ってくれみんな、ナリスさんが悪いんだ。私の好きな人に近寄る邪魔者だ。あ、ナイスゲッサー、ナイス。じゃああとはジョカさんとセイバーさんとご飯さんなんですが、ジェスターが怖くて釣りができるかご飯さん落ちてもらおうか。はあ、じゃあいつもの追加してください。 KK さんだいぶ怪しい位置ですよね。実はうちはマーリンでセーバーさんが赤くて、契約サイドキックされたせいでせっかくマーリンだったのに何もわからなかったやんか。なんか不服だったらしいのでもう一回あげるね。私がマーリンだ。アサシンのロムニキを放置してタスク勝ち狙おう。とりあえずサイドキックになったナリスさんを釣ってからね。ナイスミスター、感謝よバカ野郎。ナノさんとロムニキで存分に頑張ってくれたまえ。第3陣営をロムニキに入れたら負けだからスキップするしかないもんね。その幻想をぶち殺す。なんで、どうして嘘でしょ。優越してるクルーが腹立たしかったから。もう勝ち目なかったからな。アサシン会議です。とりあえずうちをキルしたナリスさんはこの後処されるとして、わかんないからさっきもマーリンだったジョカさんで、もう今日ナノさんに関わるとろくなことにならないんやけど。はは、私がフェイサーだ。ノエゾーさん撃ち取ったり、天敵にやられるノエさんで草。グレイチのジョカさんを打ちに行きます。白川で発動はしなかったけど、結局ナノさんはタイムマスターを浮かんだわけだ。好きだね。うちは嫌いや。というわけで新マップ内最終回の締めは鬼ごっこです。新マップザ・ファングルはジャングルのようにキノコが生い茂った孤島となっており、島の上空を飛行していたスケルトが謎のウイルスによって機能停止。不時着したクルーは施設の修理を目指しつつインポスターを探すことになります。というわけで事前に船のクルーどもを抹殺しておけば疑うこともない平和な村ができるってことで、ふえへへへ、村長自らの手でこの村を滅ぼしに来ました。君かわいいね。